気にしないで。じゃあ行くか。あ、そうだ、このチラシ。そうだ、湊ちゃん、ちゃんと休んでるんだよ。熱中症に油断は禁物だから、その動きやめろ。ね、歩くのめっちゃ辛そうだよね、これ。あ、はい、あの、チラ、行っちゃったよ。ね、ちょっと、やがみくん、格好つけただけで行っちゃったよ。え、今から何するんだろう、これで喧嘩すんのかな。いや、動きづらそうだよね。あー、こんな感じの視界なんだ。まあ、ゴミにロップとかつけてそれっぽくやればなんとかなるか。なんか八神くん IQ 下がってない？なんだよロップって。そうロップか。あ、それはダメロップよ。それは迷惑な客引き行為だ、だロップよ。変なゴミザウルスね。あ、あ、それ、それ痴漢です、あなた。痴漢痴漢、この人痴漢痴漢。あ、ちょっと、離して。あ、早速迷惑なスカウト発見と見過ごすわけにはいかないな。何言えばいいんだろう。あ、あ、あ、み、三田先生攻撃。その行為は迷惑防止条例違反ですよってこんな。ロップに言われるの嫌すぎる。あー見たい。さあ上も右も見たい。うーん、耳で先制攻撃。やばやむを得ないな。ちょく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 バッ。絶対ダメだろ。この街で悪質なスカウト行為はやめろっぷ。なんだこいつ。なんかキャラの中に入っていることを意識したら変な言葉になってしまった。とにかく強引なスカウトは見過ごせない。すぐにやめるんだ。おやおい、貫き通せよロップゴボウ、ゴビオよ。ああ、うるせえな、ごちゃごちゃと。てめえみたいな着ぐるみはかきり風船でも配っておりゃいいんだよ。もっと切れていいだろうお前は。逆に気長くね。突っ込んだら、あ、いやいや身軽。めちゃめちゃ戦うんだけど。なんだこの着ぐるみ、つえ。まったく、これに懲りたらこんなスカウト行為はやめるんだな。それに俺はただの着ぐるみじゃない。迷惑行為をする連中を撲滅すべく働くウサギ、カブロップだ。くそ、たく、何なんだよ。いや、それはそう、何なんだよそれはそう。たく、ああいう連中は今も結構いるんだな。あ、キャッチかこれ。あ、ポッキリは嘘だって私学んでるからな。いや、ほんと大丈夫なんで。もう決めてる店あるの、決めてないなら寄ってってよ。いや、決めてる店あるって言えって。そんな、じゃあ、注意しますか。何するんだろう、今度は。おい。あ、迷惑な客引きはやめろっぷ。ああ、なんだこいつ。カムロップ、あ、気弱そうな男、こっちの人はカムロップ知ってるんだ。迷惑なのは仕事の邪魔するお前だよ。腹立つ顔しやがって。おい、言い過ぎやぞ。お、いや、それ殿下の宝刀やめろ。ロケット頭突きやめろ。どうだじゃないよ。悪質な客引きにマスコットへの暴力行為、次はないよ。これ絶対もうフナッシーと同じ道たどるだろこのカムロップ。あ、ありがとうございます、助かりました。芸能人と相撲取ってこい。はい、ボコーン。ほい、あ、阿久津。阿久津姿勢よ。阿久津戦ってんのかと思ったらいねえのかよあいつ。めちゃめちゃ姿勢よく見てるじゃねえか喧嘩を。あ、死んだ、あ、死んだ。
何ちんたらやってんだ。はい、させ、させ、アクス先輩、あ、やっちまうぜ。まだまだ来るね。ヒーラークス、今の一言だけでやるね、やるね、彼。いいよ、なかなか避けるね。はい、ナイス。ほら、寝てんじゃねえ。おっ、ヒーラークス、よし、別にお断りしても構わないんですよ、ね、いやまあもう関わりたくないってなるよな、被害者女性は。突然ご迷惑でしょうが、少しだけお時間いただけないでしょうか。あ、出たとこ勝負すぎるよ、沙織さん。いやー、ここは八神くんの言いくるめスキルか。お断りします、お引き取りください。まあ断るよね。ちょっとすいません、白崎先生の助手で探偵の八神と言います。は余計うさんくさいやつ出てきちゃったよあー、でここは話を途切れさせちゃうとダメ。あ、これが八神くんの経験則なのかな。なんとかドアを開けてもらわないと。八神くんの甘い声聞きたいです。マミヤさん、いえ、ユイさん、とっても綺麗な声をしてる。被害女性に何言ってんだこいつ。うん、今の肺もうすごくいい。時間をするな。もっと聞かせてもらえませんか、少しだけお話。セクハラすな、ね、切られた。あれ、あ、やばい、あ、やばい、切られた。あなた方にお会いする気はありません。お待ちください。さっきはすみません。すみません、ちょっとだけ聞いてください。沙織さんが無言でインターホンを押し直したんだけど。ほな一回休んどきましょうか。いた。絶対死んだだろ今の。そんなぶつかり方ある。びっくりした。かわいいじゃん、双葉ちゃん。え、なんか名前ちゃんとついてるってことは、車に気をつけるんだぞ。さっき思いっきり車に引かれてた人がなんか言ってる。うわーって言って引かれてたのに。